皆さんどうもこんにちは、早乙女ランマ役の山口勝平です。今ですねアフレコが終わりましてですね、まあランマは相変わらずもうなんていうのかな、家族的な感じでアフレコが進んでますからね。また今回もとっても楽しくアフレコできました。またすごく面白い作品ができたんじゃないかなって思うんで、期待して待っててほしいんですけれども、ここでですねせっかくですから出演者のみんなにですねいろいろ質問をちょっとかましてみようかななんて思ってます。でまず最初にですね林原めぐみさん、ですねイベントの時にですねしんのすけ役のたけちゃん草尾くんがですね酔っ払うと面白いっていう話をしてたんですけれども、どういう風になるんですか、なんかやっちゃったんですか、教えてください。勝平余計なこと聞きやがってって思ってるんですけども、酔っ払うとどうなるかということで、私は大変お酒飲みに思われてるようなんですけど、そんなに飲みません、そんなに酔いません。ただ飲んだ時気心の知れてる仲間だと幼児対抗現象を起こし、そしてかなりわがまま状態になり、人に物を食べさせたり食べさせてもらったりすることがあり、迷惑をこのぐらいかけることもあります。さて、ランマについてなんですが、今回私はほんの一言のためにやってきました。でも皆さんに会えてとっても楽しかったです。さて次のキャストへの質問ですが、日高のり子姉に質問です。日高のり子お姉ちゃまは私と同じアロマテラピー仲間ですが、最近どんなオイルに凝ってますか、教えてください。林原妹からの質問なんですけれども、私がアロマテラピーで今好きなオイルは、ネロリという、オレンジの花の香りのするオイルなんですけど、それは顔にスキンケアに使ってます。あと夜寝るときはですねクラリーセージというオイルをね炊きながら眠ると本当に気持ちよく眠れるんですごく好きです。さて今日のランマなんですけれども、久々に思いっきりですねランマと口喧嘩ができて本当スッとしました。ストレス解消には最適ですねやっぱりランマは。さて私からの質問はですね高山みなみちゃんにしたいと思います。私が結婚当初ですね本当に料理が下手なんですけれども、あかねちゃんのように、みなみちゃんはよくスタジオの隅っこで簡単に作れて美味しいお料理というのをよく私に教えてくれました。でみなみちゃんが最近作って超簡単で超美味しかった料理というのを教えてください。日高さんからの質問にお答えしたいと思います。簡単で、美味しいお料理ということで、ピーマンを千切りします。もちろん種は取ってくださいね、ヘタも取ってくださいね。油をフライパンに敷きます。ピーマンをターッと炒めます。そこへですね皮をむいて、中身をほぐしたたらこをパッと入れて、たらこがちょっと白くなるぐらいまで一緒に炒めてもらいます。そこにたらこの塩加減を考えながらお塩をちょっと、そして胡椒を少々で炒め切りましたらば、簡単なおつまみの出来上がりなんですけれども、これが次の日の朝トーストに乗っけてチーズをのせ、あ、トースト、パンに乗せてチーズを乗せてトーストするとまた美味しいという、2日間は楽しめる料理です。ぜひ一度お試しくださいませ。今日のランマは本当にみんなとまた久々に会えてとっても楽しく終わりました。そして私からの質問ですが、かすみお姉ちゃん、井上貴子ちゃんに一つだけ秘密を教えていただきたいのですけれども、お姉ちゃんいつもおにぎりを食べるときにですね、コンビニのおにぎりありますね、海苔を別にしておにぎりだけ先に食べて後から海苔を食べるんですけど、この醍醐味を教えていただきたいと思います。みなみちゃんからの質問に答えたいと思います。おにぎりの海苔とご飯を別に食べるっていうその理由なんですが、単純に一つのおにぎりで2回楽しめるっていう、そういうことでごめんなさい。それでですね、今日もランマのスタジオとっても楽しくて、作品も面白いし台本も面白いし、そして共演者の皆さんも楽しいしという感じで、本当にいつもランマのお仕事楽しくやらせていただいています。じゃあ私からの今度はお父さん大林龍之介さんへの質問です。お父さんっていうのは見た目は割とこうダンディーでクールでかっこいい方なんですが、
どうもお父さんのセリフをしゃべるときは外見と似合わないような変なことを言ったり変なことをしゃべったりするんですね。それはなぜかなって私考えますと、やっぱりお父さんはテレビドラマとか舞台とかでもたくさん活躍しているので、きっと何か、変な役を今までいっぱいやってるんじゃないかって思うんですね。ですからお父さんに今まで自分の人生の中でやった一番変な役を教えてください。